福島みずほさん、はい、立憲社民の福島みずほです総理にお聞きをします元総理大臣を含め多くの自民党の国会議員が統一協会の広告党となり被害の拡大に寄与してきたと考えられる点についてどうお考えですか岸田総理大臣はい。あの閣僚を含む多くの、えー、議員が社会的に問題がある、えー、旧統一協会、えー、その関係団体と 接点を有していたことが明らかになり、国民の皆様の政治への信頼を傷つけたことにつきましては、率直にお詫びを申し上げなければならないと考えております、はい、福島瑞穂さん、はい。選挙の際に統一協会と政策協定書を結んだすべての国会議員の名前を明らかにすべきではないですか内岸田総理大臣。 今申し上げたように、この政治の信頼を傷つけたことを率直にお詫び申し上げると同時に、自民党においては、各議員それぞれが旧統一教会との過去の関係を8項目に分けて、詳細に点検、報告し、新たな接点が判明した場合には、その都度追加的に報告、説明を行い、 今後は関係を持たないことを徹底することまこれを方針,して方針としておりますで委員のご質問は政策協定書を結んだあ、えー、と議員の名前を明らかにすべきではないかということでありますが一般的に選挙ということを考えましたときに選挙においては様々な団体からアプローチあるいは推薦を受けますそしてその中で 様々さまざまなやり取り、さまざまな文書のやり取り等が行われる、これは委員ご承知のとおりであります。まあ、そうした中にあって、このご指摘の政策協定書等、名前は様々でありますが、そうしたものについてで、署名したことが選挙での支援につながっているか、これがポイントであると考えています。その点について この党として所属国会議員による点検決を結果を取りまとめ、これを公表しているということであります。この文書がそうした支援につながったかどうか、この点について、すなわちその文書と党への報告との関係については、各議員がそれぞれ本人、説明すべきであり、その説明を行っていると承知をしております。 福島さん全くだめですよ、なぜ今回、この法案が議論になっているか、すさまじい霊感商法の被害があって、何とかしなくちゃいけないって、すべての政党が思ってるからじゃないですか、自民党は政策協定書を結んだ国会議員が福祉たくさんいるんですよ、2桁いるんですよ、明らかにすべきじゃないですか、なぜそれを明らかにしないのか、総理自身がこの問題をきちっと究明するという覚悟がないですよ、それではだめですよ。 自民党の地方、あの自治体議員と統一協会の関係についても。徹底的に詳細として調査すべきではないですか。岸田総理大臣。あの選挙の中でいろいろなやり取りが、行われる。文書のやり取りが行われる。これが今の現実であります。その中にあって、そうした文書のやり取りが。結果として、選挙の支援につながったかどうかがポイントであると。 ご説明をさせていただいています。それをこの各議員が説明すべきである、このように申し上げています。そして今の質問は地方議員の方でありますが、これ、地方議員につきましては、あのまず自民党として、えー、この旧統一協会および関連団体と一切関係を持たない方針である、この方針を踏まえて、すでにこのガバナンス行動を改定し、 この対応、方針について、党所属全国会議員、それから全国の都道府県連にこれを通知をしたところであり、これを徹底していくというのが自民党の方針であります。実際、この徹底する方針について、全国の都道府県連、全国の地方組織と自民党党本部の間でどのように徹底していくのか、その方策について議論を進めていると。 こうしたことを通じて、地方議員においても、えー、徹底を図っていきたいと考えています福島瑞穂さん。選挙って一番重要じゃないですか、政策協定結んで選挙を応援してもらい、その政策の実現をするんですよ、統一協会と何十人もやってきた、これ、きちっと出すべきですよ。 そして自治体議員についてなんですが、今、自民党の自治体議員で、今後、統一協会と付き合い、かつ選挙の応援も受けると公言をしている人たちがいます。総理、これ、いいんですか、総裁としてこれ、公認するんですか岸田総理大臣。まさに今申し上げたように、党本部とこの全国の地方組織の間で、今申し上げた。 こうした旧統一教会、あるいは関連団体との関係を未来に,も未来に向けてえ持たない、立っていくという方針を徹底するためにはどうあるべきなのか、こうした議論をえ今、行っています。選挙における公認推薦の在り方も含めて、この党の方針を徹底させるためにはどうあるべきなのか、ぜひ党本部としても、地方組織とえしっかり議論を 行い、えー、徹底の方策を考えていきたいと思っています福島みずほさん。駄目ですよ、自治体原についても徹底究明しなくちゃだめじゃないですか、未来に向かって関係を持たないって言いながら、今後議論するんだったら公認するんですか、これからも関係持つと言っている議員を、えー、まさに公認するんですか、未来への関係立つっていう総理の言葉と違うじゃないですか、曖昧ですよ。岸田総理大臣 あの未来に向けて関係を断つ、これは自民党全体の方針であります。それを徹底するためにど、うどうするべきなのか、地方においてどうするべきなのかということについて、選挙における公認推薦の在り方も含めて、今、議論を行っているということを申し上げています。ぜひご理解いただける多くの国民の皆さんに、ご理解いただけるありようについて、地方においても、 ししっかかり明らかにしてていいいきたいと考えています福島さん国民にとっては、未来についての関係を断つと言うんであれば、今後も関係持ちと言っている議員は公認しないということですよ。それは当たり前ですよ、これから議論なんていう問題じゃないじゃないですか、か公認すべきではないですよ。 そして次に、えー、統一協会の内部文書で、これは鈴木エイトさんが明らかにしましたが、第2次男女共同参画基本計画策定の際に、ジェンダーという言葉を使わせない、そのために安倍晋三さんと山谷恵理子さんのチェックが受けられるように、国会議員などに働きかけるという内部文書が明らかになりました。各作用にいいろろんなところで影響を与えている 自民党の政策に関与していると思われます憲法改正家庭教育支援条例家庭教育支援法案え青少年健全育成法案を進めることこれは政策協定書の中で家庭教育支援法と青少年健全育成法の、えー、を進めるということが政策協定書に盛り込まれています選択的夫婦別姓や lgbt 差別禁止法同性婚法案の反対性教育への反対など政治に対する介入関与を徹 定的にに明らかかすすべきでではないですか岸田総理大臣あの、まあ、政府における政策決定については、まず幅広く国民の皆さんの意見の要望、意見や要望をまあ聞くとともに、えー、関係省庁、有識者、専門家、そして国会議員などとの議論を,踏、ま、を経て、えー、政策決定を行う、さまざまなプロセスを経て、 この政策を決定しているこれが実態であります特定のこの一団体の要望によって政策が不当に歪められることはないと考えておりますこれなお御指摘の第二次男女共同参画基本計画にはジェンダーという言葉は盛り込まれております 福島みずほさん当時、ジェンダーという言葉が入るか入らないか、大問題になっていました。これだけ霊感商法でたくさんの被害を出した統一教会の意見も、幅広く国民の意見として聞いてきたということを、今おっしゃったようなもんじゃないですか。まさしく政策がなんで歪められたのか、きちっと検証すべきです。それから自民党日本国憲法改正草案と まさしく、統一協会の憲法改正、一致しています。憲法九条改悪、緊急事態条項、そして重要なのは、家族条項の規定です。自民党の日本国憲法改正草案二十四条以降は、家族は社会の自然かつ基礎的な単位であり、尊,え尊重される。家族は互いに助け合わなければならない、というのが入っています。統一協会も、まさに家族条項を入れるべきだということを強く主張しています。 安倍総理が、元安倍総理が去年、統一教会に向けて出したメッセージも、この言葉が入っています、家族は社会の自然かつ基礎的な単位であり、この家族が大事だ、それを尊重するということが、まさにそのメッセージで入っています。同じじゃないですか、そして私は思います、家族は大事です、国際人権上も大事です、難民などによって家族がバラバラにならないことを権利として保障する。 家族に対する不当な介入をさせない、これは権利です。だけれども、家族の中で重圧があったり、その中で個人が抑圧される、弾圧される、DV や虐待がある、それももう一つの側面で、そちらも見なければなりません。自民党日本国憲法改正草案は、まさに統一教会と一緒、そしてまさに個人ではなく家族です。憲法13条の個人の尊重を、人の尊重と置き換えています。個人が嫌なんですよ。 個人の尊重嫌なんですよ。基本的人権の軽視、そして自民党日本国憲法改正草案 Q&A は、私たちは添付人権論に立ちませんとまで書いてあります。どういうことですか同じじゃないですか。個人の尊重じゃなく、で家族は互いに助け合わなければならないっていうのが、自民党の日本国憲法改正草案24条1項です。これ道徳じゃないですか。 交渉よりも次助ですか何があっても個人は我慢しろということですか家父長制的な家族の規定なんじゃないですかおかしいですよこれで全く一致してるんですよだから選択的夫婦別姓などにも反対選択的夫婦別姓は家族を崩壊させる解体すると言われてきましたと批判している人がいましたしかし選択的夫婦別姓で家族は壊れません 統治協会、霊感商法によって、家族が、生活が、人生が、よっぽど壊れてきたんじゃないんですかこの家族条項について、そして、どうして自民党の日本国憲法改正草案がこういうものになったのか経過と、それから、それに関する徹底的な調査が必要だと考えますが、いかがですか岸田総理大臣。 あの統一教会の考え方と、まあ、自民党の、まあ、憲法の考え方が関係あると、えーまあ、おっしゃりたいのだとは思いますが、先ほどあの政府の政策決定について申し上げましたが、まあ、自民党においてもこの政策を決定するにあたって、えー、このさまざまなこの専門家、有識者との議論を行い、そして議論、関係議員が集まって、 重要な課題については、何日にもわたって、何百人の自民党国会議員が集まって、議論を積み重ねていき、その結果として自民党の政策を決定するということであります。憲法に至っては、これ、結党以来、この議論を積み重ねて、今日まで議論を続けてきた、こうしたことであります。こうした重層的なこの政策決定のプロセス、 そして憲法に対する今日までの取り組みの積み重ね、これを考えますときに、この個別の,この項目をもが,が一致しているからとして、1、この団体に自民党の憲法改正に対する考え方が影響を受けたということは、これは指摘当たらないと、私は思っております。ぜひ、こうした自民党の政策決定の在り方についても、これから、 丁寧に説明することによって、一団体によって、この政策が歪められたなどということは言われない、こういったこの説明をしっかり尽くしていきたいと考えます。 福島さん検証もしなければ分からないじゃないですか、実際一致してるんですよ、何百人という自民党の国会議員が何らかの形で関与していた、だったら影響を受けてる可能性、大いにあるじゃないですか、秘書を送り込まれた、あるいはたくさんのボランティアを受け止めた、だったら影響を受けてる可能性あるじゃないですか。現に 憲法9条、緊急事態条項、家族の条項とか全く一致してるじゃないですか。こんな中で影響を受けてないっていう総理の言葉は分からないですよ。調査してなくてなんで分かるんですか。きちっと調査すべきです。総裁、これは自民党として統一教会とのこれまでの関係を徹底究明し、自民党として報告書を出すべきではないですか。岸田総理大臣 あの統一協会の主張については、私は詳細は承知しておりませんが、これあの、自民党の考え方と一致する部分もあれば、一致してない部分もあると承知をしております。えー、例えば、憲法改正のこの議論についても、えー、自民党の今の憲法改正につきましては、4項目について改正を考えるべきだと申し上げております。 この4項目、この自衛隊の明記の問題、緊急事態宣言への対応、教育の充実、そして参議院の合区の問題、一票の格差の問題、これを取り上げています、少なくともこの家族の問題というのは、この4項目の中に入っていないわけでありますし、こうしたさまざまな議論、一部分一致しているからとして、影響を受けたというのは、 これはあの実態を見誤ることになるのではないかと考えます、はい、福島みずほさん自民党、日本国憲法改正草案発表して、Q、Q&A も発表してるじゃないですか、だから申し上げてるんです、調査も調しないで、なんでそんなことが言えるんですか、党として責任持って、私たちは今日全すべての政党でこの法案、議論してるんですよ。 そこまで問題が起きたからこそ、私たちは議論してるんですよ、そのもとになったまさに自民党の関与に関して、きっちり調査し、報告書を出すべきです。ところで昨日統一協会の側から段ボール8箱届き、14日には文部科学大臣が2度目の質問をするというふうに言われています。解散請求すべきだと考えますが、総理、いかがですか。岸田総理大臣 あの旧統一教会については、この解散命令の請求の適否をまあ判断するためにも、まずは報告聴取質問権の行使を通じて、旧統一教会の業務等に関して、具体的な証拠や資料などを伴う客観的な事実を明らかにし、法律にのっとり、必要な対応を行っていくという方針であります。ご指摘のように 昨日、旧統一教会に報告を求めていた資料について、文部科学省に窃盗したと聞いており、現在、提出された資料を分析するとともに、14日に第2回の報告聴取・質問権に関する諮問を行うため、宗教法人審議会を開催する予定だと承知しております。 あの解散請求を行うべきではないかというご質問でありますが、えー、こうした法律の手続きに従って、えー、スピード感を持って、えー、適切に対応していく、これが政府の方針であります福島みずほさん。スピード感を持って解散請求を早く行われるように、強く要望いたします。えー、次にこの法案ですが、えー これはあの寄付に限定している、つまり売買契約とかは入らないわけです、売買契約などは他の法律でやるとお聞きをしましたが、だ今までそれでできなかった、寄付だけにしたら、今度は売買契約でやりますよ、私は5000万の聖書っていう統一教会のものを見たこともあります、寄付でやる、寄付で規制したら、今度は売買契約が横行するんじゃないですか河野大臣。あのー ご指摘のような売買契約につきましては、消費者契約法の対象となり、不当な勧誘行為により困惑して契約した場合には取り消すことが可能です。また民法上の不法行為の認定や、それに基づく損害賠償請求の対象ともなります。また、安いものを法外な高値で売買するような契約につきましては、これはまあ個別具体的な事案によるものでございますが、 新法の適用を逃れるために、外形上売買契約の提裁を取ったに過ぎないと判断される場合には、その実態は寄付と認め,認められ、新法の適用対象となりうると考えております、はい、福島瑞穂さん。はい施行、えー、日以降に行われる寄付の勧誘に適用される法律であり、過去30年間以上行われた霊感商法による被害を救済することはできません。問題が残ると思いますが、問題があるんですよ。 総理いかかがですか岸田総理大臣。過去に遡ってまっ、あ、て被害を救済できないではないかという、まあ、ご指摘でありますが、あの今回のこの日本案においても、この時効の慎重や、あるいは配慮義務規定による不法行為の認定、損害賠償請求をよ,より容易に、 するることができるあるいはか過去に不安をあおられ、現在もその状態が継続する方に対して、これからその不安に乗じて寄付勧誘すること、これを禁止することになるなど、この過去の被害にも対応できるよう、これ、最大限この配慮されています、そしてこの今後も法律の実効性を高める努力、 法律の適正な運用を進める努力、こうしたものはしていかなければなりませんし、過去のこの被害に関しましては、特に相談体制の充実等を通じて、この救済に向けての道筋をつくっていく、こうした努力が必要であると考えています福島みずほさん 3>,、はい、3条の寄付の勧誘を行うにあたっての配慮義務ですが、 多くの方からこれは禁止規定にすすべきだという質問が出ております私はそのとおりだと思います。強盗に入ったときに、あんまり傷つけないように配慮するだって、もともとそれは禁止すべきことなんですよ。これは禁止規定にすべきだということを強く申し上げます。次に、4条6号の寄付の勧誘に関する規制で、重大な不利益を回避するためには、当該寄付をすることが必要不可欠である旨を告げることっていうのが要件になっています。ででははこれはどううしょうかご先祖様が助けてくれと 叫んでいるので寄付をすることも一つの選択肢かもしれません一つの選択肢ですというのはこれは当たりますか河野大臣あの必要不可欠という要件はこれまで何度も答弁をしておるように必ずしも必要不可欠という言葉をそのままに告げる必要はございません 勧誘行為全体として、それと同等程度の必要性や切迫性が示されている場合には、適用可能だと思っております。あのご指摘のようなことが、この第4条、第6項に該当するか否かは、これは個別具体的な事案で当てはめていくことでございますので、一概にお答えはできませんが、一般論として、 純粋に選択肢の一つとして提示される程度であれば、直ちに第4条、第6項に該当することはないと思いますが、外見上選択肢の一つとして提示された場合であっても、消費者の置かれた状況や全体の文脈に照らして、他の選択肢がない状況で告げられたものであれば、不可欠と同等程度の必要性や、 切迫性が示されたものとととして該当すするることはあり得るんだろうと思いますあの一般的に許容されている宗教活動などの中には、一定程度不安に乗じる要素を有していたり、重大な不利益を回避しようとする目的で行われるものも含まれていると考えられることから、困惑による意思,意思表示の取り消しを認めるべき告知としては、 必要不可欠、あるいはそれと同等程度の必要性や切迫性が示されている必要があると考えております<上>福島瑞穂さん。はい 河野大臣の答弁で、薬払いや交通安全祈願が禁止行為に含まれないようにするためには、必要不可欠と告げるという要件が必要とするが、薬払いや交通安全祈願は、そのままでは重大な不利益を回避することができないという不安のような切迫した不安を煽ったり、それに乗って献金をさせるケースではありません。そのままでは重大な不利益を回避することができないという不安を煽ったり、乗ってという規定で、通常の宗教活動と切り分けることは可能です。えー 交通祈願とかね、厄払いって、そんなあなたの先祖がって言えるわけじゃなくて、まあ、普通に祈願をしてもらうというものだと思います、しかもリーズナブルな金額だったら何も問題はありません、えですから、え不可欠という文言が通常の宗教活動との切り分けのために必要とは言えないのではないでしょうか河野大臣。あのー 委員はそうおっしゃいますが、やはり様々役年であったり、あるいは試験の合格に対する不安を抱いている、そういう時に、まに合格祈願であったり、役払いというものがあるわけでございますから、やはりそこは必要不可欠という切迫性、必要性が示されていなければならんというふうに思っております。 福島みずほさん薬払いや交通安全祈願って普通に祈願してもらうっていうものですよ、必要不可欠っていうと、それもあなたの選択肢っていったら、もう当たらない、あさっきの答弁でえ実際適用がされるようにと思いますが、あらゆる選択肢を考慮しみたいな、それも選択肢ですよ言ったら、当たらないようになるのはやっぱりおかしい、これ、必要不可欠っていう要件は不要です、削除すべきか、実際はこれは無力化していくように適用される、まあ、無力化って変ですが、やはり適用にあたっては考慮されるべきだというふうに考えております。 7条1項、当該行為の停止、その他必要な措置を取るべき旨の勧告をすることができるとされていますが、その他必要な措置とはどのような行為が含まれるでしょうか河野大臣、えー。第4条、第5条の規定に違反する行為に対して行われる勧告において、 当該,行使当該行為の停止のほかに想定されている法人などが取るべき必要な措置としては、違反に係る規制の遵守を求める措置、改善のための取り組みなどについての報告を求める措置、あるいは勧誘を受けた個人に対して勧誘行為が禁止規定に反していた旨の通知をさせる措置。 などが想定されると思います。また、配慮義務違反に対する勧告としては、違反に係る規制の遵守を求める措置が想定をされます。福島瑞穂さん、はい。今後はあの、これ、例えば寄付の返還を勧告することはできないかとか、様々な検討をぜひお願いします。寄付の意思表示の取り消しについてお聞きをいたします。で、これは。 寄付は契約や単独行為として行われる場合があり、いずれも契約書がなく成立をします。契約書、領収書がない場合、どのように立証するのか、立証責任は原告にあります、あると言われています。そうですよね。そうすると、実際はでも、何月何日、いくら寄付したか、何にも書類もなければ、記憶も曖昧そういうことはとても多いと思います。ですから、今後は、このことに関しては、契約書を交付する、あるいは、 領収書を必ず出すあるいは私たちも政治資金規正法があ,ありますが、一定金額以上はちゃんと帳簿に、その団体に記載させる、そんなことがこれからガイドラインなどで絶対に必要だと考えますが、透明性に向けた努力について、いかがお考えでしょうか河野大臣あの。困惑して意思表示をしたことの立証責任は、取り消しを主張する者が行うこととなります。 それはおっしゃる通りですその立証方法としては、契約書、領収書が有用だと考えますけれども、これらの書面がなくとも、例えば銀行口座の取引履歴、あるいはその他前後の経緯から事実関係を立証することも考えられるだろうと思います。 あの一定の場合に書面作成を義務づけることについては、当事者に負担が生じ、広く社会一般に影響を与えることとなりますので、慎重な検討を要すると考えております、はい、福島みずほさん。必ずしも銀行の帳簿だけで立証できないですよ、しかも何回もやっていると、本人もよくわからない、でも原告が立証責任を負うわけですから、負担じゃないですよ、契約書を出す、領収書を出す。 帳簿に書く当たり前じゃないですか、みんなやってますよ、社会生活上は、これをぜひ義務づけるように、心からお願いいたします、債権者代金の行使について一言申し上げます、無視力要件があるので、実際使えないんじゃないか、扶養されてない子どもなどはこれを使えないという問題点があります。また扶養義務ににる定期金再建についてはあのやっぱりその 請求できる金額が、多額の寄付を取り戻すのに、少額となって、救済が限定的じゃないかということがあります、1つ質問いたします、専業主婦の妻が夫の収入から献金してしまう場合、妻に収入がない、これ、家事審判でそのお母さんに扶養請求しても、多分認められないと思うんですね、こういう場合、子どもは請求できないと思いますが、いかがですか。河野大臣 あの自らの権利を保全するために必要な範囲で、他者の権利を行使することを認める制度であります、債権者代位権を活用しやすくしております。これによって、個人の財産権を侵害せず、家族らの被害救済につなげることができると考えております。債権者代位という権利は、他者の権利の行使を認める制度ですから、 債務者が無主力である場合に限って認められるものであって、えー、個人の財産権の保護の観点からこの要件を見直すことは困難だと思っております。今後、この債権者代位権の適切な行使に向けて、法テラス、あるいは関係機関で連携した相談体制の充実などを進めて、実効性のあるものにしてまいりたいと思います。はい、福島みずほさん、はい この法律が今後、寄付などに関して取り消しやいろんな救済が進むこと、今、困ってらっしゃる人たちにも、やはりそれが影響を及ぼすこと、そして取りも直さず、ダメなものは元から立たなきゃダメ、解散請求がきちっと行われ、議論、きちっとされることということ、それから自民党としてきっちり報告書を出し、けじめをつけてほしいということを強く申し上げ、私の質問を終わります、はい。 No, good